からなんか最初、うん、売名っていうふうに言われてたから、うん、配信して、うん、で配信切って、うん、普通に伝えたって。ああ配信外で？配信外、うん、その時ちょうどジェルワンと一緒にいたから1000人以上いたけど、うん、配信切って、うん、あの気持ち伝える、うん、でもなんかそしたら配信切ったら、うん、他にいた人たちが急に枠つけ出して、うん、なんか配信外にするとなんか誰かが必ずなんかつけ出すみたいな、うんうんうん、なんかさ赤ずちゃんともしたらやな本当は。あ、うん、昔、あ昔ね、昔だって4年ぐらい前。今もう男だもんね、好きなの。すごくない？え、今何歳？29。え、その年で急にさ、好きな性別が変わるって。いや、でも昔から男を好きになったりとかはあった。一番最初に好きになったのは小学生の。あ、そうなんだ。じゃあ前々からだったんだ。昔はバイだったけど、今は男性しか好きになれない。へえ。じゃあ私がこうやってやっても？はい。へえ。なんだ。でもなんか季節によって違うって聞いた。バイの人って冬は男が好きで夏は女好きとか。でも2年以上、あの宣言してから、うん、宣言っていうか公表してから 2年経つ。2020年の夏に公表してみた。それまではみんな誰も分かんない。食べな食べな、冷めちゃうよ。29だもんね。29。あ、そうだね、眉毛も染めて。うちら似てる。だから私すげえおばあちゃんみたいな顔になってる。嫌なんだよね、この照明。恋バナで5個ありがとう。ありがとう。あー、ありがとう。リアトツもありがとうございました。マジか。え、手術するの？あ、する、最終的になくすってこと？本当に？本当に、なくすつも。へー。え、じゃあ、おまんこ作るんじゃない？1年ぐらいホルモン打たないと、うん、あの基準値に達さないから、うん、1年間は我慢しないと。マジか。なんかニューハーフの人が配信で言ってたんだけど、その切除するじゃん、でおまんこ作るじゃん、あの常になんかその何だっけな、なんかペペローションっていうかローションとかを入れ、定期的にこう貫通させないと傷だから塞がっていくらしいよ、まんこが。あ、そう、なんか大連勝しないと。うん、大変だよそれは。結構痛いみたい。そう、塞がっていっちゃうから、もう死ぬまでずっと定期的にローションを中に入れなきゃ。でっかいのに。いや、でも今待って、でかくない。これも打つと小さくない。ロケットありがとう。ああ、ありがとうございます、匿名さん。あの、この前あのディーバもありがとう、ありがとうございます。で、18センチだすごい、みんなだった。もともとそこまではないじゃん。あ、でもでかい方なんだ。あ、へえ。だけどもホルモンで、あ、ちっちゃくなるの？小さくなるの？へえ、すごっ。あ、360ナイスありがとう。あと40ナイスお願いします。マジか。で、海外行かないとね。タイにタイが技術も進んでるし、うん、金額もその方がいいし。私来月韓国行くよ。あ、韓国。うん。一回も外国行ったことない。ない。でもなんかその、そうだね、タイが一番有名だよね。豊胸とか、性の、なんかその股間のやつとか。私はいいよ、韓国で。タイは緩いのかな、もう。なんかもう、隔離がもう終わってる。うん、隔離がもう終わってる、まあ、観光離国だから。うんうん。でもなんか仕草は静香ちゃんの方が女の子っぽい。結構なんか職場で仕草も、
指摘されることが多いから、うん、え、何の仕事してるの？あのニューハーフバーで。あ、そうなんだ。なんか静香ちゃん、あの今外人と同伴してるよって。なんか、あ、なんか昨日、あ、昨日、あ、今日は ないんだ。今日はない。ニューハーフバー、キャバクラってことだ。女っぽいじゃなくて、え、なんでさ東京来てうん、コラボとか2連休だから、うん、あ、プライベートで、まあ、洋服買いに行ったっていうのも。あ、そうなんだ。てか東京住んだらよくない？東京まだいい。熱海だってやることなくない？やることない。だよね。あと電波もないし。だよね。配信者もいないじゃん。熱海行った人みんな電波あるから。だよね。引っ越さないの？クーバー辞めるときに引っ越す。いや、熱海ね、電波悪いんだよ。だからマジで引っ越さなくてよかったよね、私。一時結構いろんな人たちが来てた。あ、そうなの？配信者？配信者。でもなんか、その熱海って観光地じゃん。それ観光地にさ、そのオカマバーとかあるの？あ、一軒だけ。ある？稼げる？前の工場の時の方が稼げた。え、なんか私の友達は横浜に住んでるのに熱海に通ってキャバクラで働いたの。で、なんでって、なんかその旅行者だからみんな財布の紐が緩くて熱海の方が稼げるみたいな。そういうとこの方が稼げるのかなと思って。よそたぎる、あれ、好きにならないでね。はい、絶対に大丈夫。私結構優しいんだけど、そういう目では見ないでね。大丈夫？大丈夫です。おいしい？おいしい。どんぐらいおいしい？どのぐらい？うん、点数的に、うん、うん。いつもパスタしか食べてなくない？あ、最近はあの納豆ご飯納豆ご飯でもパスタなんかこうな、本当になんかさ、今度はないかな、栄養足りてんの？あ、そうなの？昔まではパスタいっぱい食べてた。そう。でもなんかゼロワンが言ってた、金をすごい貯めてるって。そこまでないかな。あ、本当？ないから働き出したってみたいな。点数的に85点ぐらい。わあ、嬉しい。結構うまいじゃん。美味しい。眉が1個上です。メイクするときあっち座ろうか。なんかここ暗いね。向こう女優ライトみたいなのあるから。まあまあ上手くない？女の子みたい。いや、あのね、私静香ちゃんにめっちゃ会いたかったんだ。で、連絡くれて嬉しかったの。あの顔がどんだけ似てんだろう。よくコメントで来るから。うん。誰かコラボ予定あるの？まだないから。あ、そうなんだ。え、顔はいじらないの？いじる予定は今のところは。あ、でも二重にしたい。二重じゃん。もう二重。うん、なんだ、見たい見たい見たい。あの二重がブルブルってなってる。意味わかる？あ、一重と二重の間みたいな。違う、見たい。線がいっぱいある。何？あー、10個ありがとう。みーちゃん、みーちゃんいらっしゃい。ありがとう。みーちゃん、よかったら倍出してください。もうなかなか今日倍が出なくて。ありがとうございます。見たい。あ、見えっていうの？一重二重、三重みたいな。三重だ、三重。二つじゃなくて、三つ。でも肌もめっちゃ綺麗だよ。めっちゃ綺麗。ネイルもする？ネイルもしようかなって思って。あ、しようかなって。ネイルしてあげようか、私。あ、ありがとう。うん、ジェルネイルしてあげようかね。ありがとう。ちょうどしようかなって思って。あ、そうなの？爪を伸ばしてたけど。綺麗だよ。なかなか やる機会がなくて。うん、じゃあ後で塗ってあげるね。
き合ってる、付き合ってないです。エンディさんいらっしゃい。付き合ってないよ。え、てかね、綺麗なんだよ、マジで綺麗、白いね、熱海に住んでんのに。あんまり外行かないかな。ほんともったいない、熱海にいんの。じゃあ、しずかちゃんはだあの女性に興味がないんだね。女性に興味はないんだよね、男性が。バイって言って3ヶ月前にバイ、昔はバイ、3ヶ月前は男性が好きだった、なぜか男しか好きになるみたいな。昔はバイやったのに好きな人は男性しかいない。うーん、汗かいてる、名前あげると、あ、汗かいてる、汗、すごい汗かいてる。なんか大丈夫、ごめんごめん、すごい汗かいてるよ。さっきから水滴がボタボタ流れてて、なんだろうって思った。汗すごいよ、垂れてるもん。暑かったの？脱げばよかったのに。結構多分汗はパンタ。あー、5倍ナイス。嘘、誰ですか？来た、ちょっと待って、嬉しい。誰ですか、誰ですか、ちょっと、はいよって誰だろう、誰だろう。みーちゃん、ありがとうございます。やったー、ありがとう。おみやが、おみやが、おみやが、みーちゃんしか、みーちゃんがいないとやってけない。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、5倍パンタの倍、2回目です。これすごいさ、ポイントが増えたんじゃないかな。みちゃんしか勝たん、ありがとう、わ、嬉しい。今何ポイントだ、あ、42万ポイントまでいった、ありがとうございます。ごめん、ごめんね、ただ食べちゃった。いや、なかなか倍が出なかったんで。髪の毛縛る？髪の毛、縛ったことない。縛ったことないの？縛る？縛ってあげようか。いや、すごいよ汗。本当にすごいよ。 お風呂入る？食べ終わったら、あとでね、お風呂入ってからメイクする？はい。ピンは本当すごいよ汗。オールバックはしたくない？オールバック、うん、あ、これで全部、うん、それやだ、似合わない。ほんと、あのリボンのあるよ、可愛いやつ、似合うかも。いや、すごいよ汗、結構真剣に対してだ。うん、どう、楽？楽ちん、汗すごいよ、可愛いんだ、可愛いやん。何？あ、そうだね、エピレットしようか、今の間に。エピレ、うん、いいよ、食べてて、食べててね、はい。眉毛がちょっと濃いから40分ぐらい置かないとかも。40分、あの毛が、あ、毛の色を抜くみたいな、あの眉毛だけね。あれ、くるくるなってる、あ、大丈夫、優秀だよね、エンディさんやってる、ちゃんと。ちょっとこっち向いてもらっていい？これもういい？こっち。もうちょっといい？オッケー。いいよ、食べてて。食べて。ちょっとタバコ吸っていい？あ、隣、あっちでタバコ吸う。40分だから、10時10分に流せばいいかな。10時10分。うん、10時10分ね。あ、マイクありがとうございます。皆さん右下拍手ボタンお願いします。エンディさん遠いからね。
エンディさんも来てくれたらよかったな。エンディさん来れないの。ああと30ナイスじゃん、400まで頑張れ。あ、エンディさんまた、じゃあまた次回ね、頑張ってね。いや、エンディさんね、横浜に住んでるから。あ、今横浜なんだ。そうそうそう、新宿からね、多分横浜の男ん家いるんじゃない。普通帰る絶対男ん家でしょ。ほんとあれだね、静香ちゃんもそうだけど男好き。あ、アキニューの家か。あ、そうだ、前言ってたね。うん、おいしい。おいしい、嬉しい。いや、私そんな、あのチャーリー、そんな男好きじゃないよ。だって女としか絡んでなくない、最近。よいしょ。うん、まっちゃん毎日毎日。いや、もうね、うどん入ってる。マジで言ってんの、まゆちゃんがとって。なみちゃん、あ、なんだっけ、このセットアップなんだっけな。セットアップ違う。まゆちゃん顔変わったなって、ね、ネタでしょ。しずかちゃん同伴の仕方、普通にご飯行こうって。あ、マウジーだ、そう、マウジー。昨日同伴になる人だったけど、うん、同伴できなかったの。え、ご飯にだけ行って、うん、その後来てくれなかった。え、来てく、え、普通に行こうって言えばいいじゃん。なんか、まだ飲んでたいって言われて。だから飲もうって。あ、じゃあそのお店で。お店で。でも私行かないといけないから、まだ丸々くんと一緒にいたいし、一緒に行こう。あ、それで行けるのか。うん、うん、そうだよ、一緒に行こうって。ご飯行こうでいいよね、普通に。同伴しようって言っちゃダメだね。あ、マイクありがとう。あ、でもご飯はご飯なくて、うん、の飲み屋さんだから、ご飯はお店にはない。ない。え、だから同伴でさ、ご飯食べるでしょ。だからご飯はちょっと食べて、うん、で、今から一緒に行こう。一緒に焼き肉食べて、うん、その後に、あの、後で行くって言われて、うん、結局来てくれなかったの。え、後で行くって言うじゃない、普通に。え、今一緒に行こうって。あ、強引させて、よかった。うん、そうだよ。かけ同伴つうか、だから なんでむしろあのお客さんがあれだよね、あの出勤前にご飯行こうって、あの同伴って思わないやつがやばくない。同伴だから、それ。あ、その前の日の夜はその後になんか一緒に行くって言われて、うん、で結局もうちょっとのここにいたいって言われて、うん、それで結局来てくれる。でも一緒に行こうって、もう手つないで一緒に。なかなか動いてくれなかったの、うん、怒って言ったもん。舐められてるよ。舐められちゃダメだからね。あとセクハラもされたらもう舐められてる。まあ、その人からセクハラされなかった。焼き肉屋さんにその人だけ残ってまだ飲んでる。あ、酔っ払ってきた。お酒弱い？弱い。ね、顔赤いもんね。昨日もビール一杯だけで、うん、すごい酔っ払う。ね、私、あ、でも3缶飲んでんのか、私。うん、酔っ払ったぐらいちょうどいいかな、うん、結構人見知りで酔っ払ってないと喋れないから、うん、そう。え、前に人見知りしてる？はい。してるの？初めて会う人は大体人見知りする、うん、あ、そうなんだ。いや、でも私も結構人見知りするけど、静香ちゃんはしない。なんか親近感。親近感。顔が似てるからかな。ありがとう。うん、似てるから。稼げる、オカマバって。普通ぐらい。普通？え、どんぐらい稼ぐの、月収。20何万。20何万週何で？週6。週6で？マジか。もっと稼ぎたいよね、飲み屋で働くんだったら。もっと稼ぎたいね。50万言ってないよ。週6で27万。
なんかわかる、なんか似てるよね。これ私がさ、ちょっとあっち外れ、ちょっと。そう、早く寝ちゃう。ありがとう。トイパクに。ま、眉でしょ。あ、ま、アンチに言い返したらいい。眉です。似てる。29。目すまないと普通。待って、跳ねちゃう。あのアンチ来たらさ、はい、まゆちゃん言い返した方がいい。もしアンチ来たら。なすびりやね。でもそんな私痩せてるかな。60キロ前半ぐらい。身長何センチ ?169。痩せてんじゃん。ガリガリじゃん。最近お腹がぽっこりでやばいから。もともとは配信始めたばっかりの時は40キロ後半ぐらいで。大食いなんでしょ。大食い、大食いの人ってやっぱガリガリなんだね。え、ブラしてる。わあ、今外してき、胸あるね。A カップぐらいね。ホルモン注射で。すげえ。補強は、まあ、様子見るかな。小さすぎたらあれだ。いや今当たったの胸が。だからえ、ブラしてんのかなって。今してない。あ、してない。え、ホルモンって1ヶ月いくらするの。4400円。4400円。それをいつ何回やんの。何回。一生やん。一生。確か、お金かかんね。月に1万円ぐらいねえ。足りた。締め行く。どうする。締めラーメン。あ、ラーメン食べ入れる。大食いだね。大食い。あ、マイクありがとう。今からネイルする。あの、静香ちゃんがお風呂入ってる間に前先にネイルしようかな、自分も。どのくらいの頻度で、ね、ネイルは。え、ネイルしないよ。しないけど静香ちゃんがやるんだったら。あ、そういうこと、うん、ね、照明ちょっとここ暗いよね。普通寿司とかピザとかたまんない。あの、破産しちゃうよ。あの、王子の時カニ道楽でしょ。で、ツナちゃんの時も高級寿司頼んで、あのね、毎回やってたらね、お金なくなっちゃう。手作り、そうだよ。近々私お寿司握ってみたい。あの、一匹買って、あの、近々握るね。丸々一匹買って。ありがとうございます。皆さん、あの、ディーバーもよかったらディーバ倍出してください。今ディーバ倍チャレンジしてる。え、今日男にならないでしょ。なんでもあれはでかいの。今小さい。小さい。今何センチぐらい。何センチわかんないけど、うん、いや、恥ずかしい。いっぱい見てるから。みんなでかいって言うから。もっともっと、いや、18センチないよ。ラーメンやってるから待ってて。はい。いや、私からちょうど2連休だから誰かとコラボしたいな。
まゆがさ、うっかりさ、今裸になっちゃったとするじゃん。もう何も思わない。何も思わない。へぇあのさ、まゆのさ、乳首見てくんない？乳首？うん。前の乳首を本当のこと言っていいよ。あ、色ってこと？そう。あ、なんかコメントで来るからみたいな。え？コメントで来るからみたいな感じ。うん、そうそうそう。なんか一回それでバンになったわけ。そう、バンになった。できた。自立できない女って言われてるよ、どうすんの？いや、できない女。え？いや、自立してる。してるよね。だって、